発掘恐竜フィギュア、これレア出してなかったんだよな。どれが出てくるかお楽しみということで、あとスピノサウルスも教えて、これも出てるんだけど、スピノサウルスもゲットしたいな。まあ、とりあえずレアを狙って、あとブラキオもいるしな、パラサロロフシーで、ステゴサウルス、コリトサウルスにテオリキナトプシーということで、一番の狙いのこのティラノサウルス、レアを狙って、多分ね、黄金だと思うんだよね。黄金のティラノサウルスだと思うんだ。ノーマルカラーってことはないよな。ノーマルカラーなのかな、もしかして。あれ、俺、出してない。絶対出してない。これのレアのティラノは出してないはずだから。え、めっちゃ緊張してきたな。出るかな、一発で出たら、このディグイットアウトシリーズね。ディグイットアウト。ディグイットアウト！そして、これをちゃんと覚えてなかったな。今回の番号がね、182かな。82か。182か。これ、番号で決まってんだよな。中身。182か、もしくは82。何が出てくるのかちょっと覚えておいて、次のね、参考にすれば、もう、数字見ただけで、我々、できらん！それでは、行きましょう。掘って掘って掘りまくれ。恐竜ティラノサウルス、レアのね、おそらく黄金のティラノサウルスを狙って、レアの黄金シークレットティラノサウルスを、行くぜ！これ柔らかいシリーズだから、折れることは、折れたり割れたりすることはないから、結構ね、がっつり掘っても大事。あ！いた！もういた！もういた！もういたぞ！スピノかも。スピノサウルスグリーン。でも、ね、俺、このスピノ出てるんだよな。改造に使った記憶あるんだよな、このスピノサウルス。いや、あのスピノ違うシリーズかな。多分ね、このシリーズのスピノだと思うんだけれども、スピノじゃねえかな。パワー！あ、スピノサウルスやっぱほら！すげえすごい、すごい、結構ごついスピノなんだよね。ほら。スピノサウルスゲット降臨で、やったー、久しぶりの一発目からスピノサウルス、めっちゃうん、ちょっと汚いから、このハケでさ、綺麗にする、ね、これシャ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 、これなんか考古学者になったみたいで楽しいよね。シャ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 、もっとね、口がこう細長くワニみたいな顔してたらスピノにもっと近いんだけどね。で、頬もうちょっとでっかくしてほしいな。で、尻尾はね、まあ、これは最近の研究で分かったからさ、2018年頃だったかな、しょうがないと思うけど、これもっと平べったて長にね、水中用の尻尾に。あともうちょっとね、体細いんだよな。この辺丸々してないよな、スピノサウルスってね、イメージで。で、これも綺麗になったから、OK ということで、今回は、スピノサウルス、やったぜ！改造に使えそうだね、これ！めちゃめちゃ、こういうフィギュアめっちゃ改造に使えるからさ、かなりいい。いや、いいスピノサウルスゲットできた。この穂の部分とかめっちゃ使えそうだね。かっこいいかっこいい。それでは今回はなんとスピノサウルスゲット降臨点ということで、まだ近いね。次回こそはこのおそらく黄金のね、ティラノサウルスレアでお待ちしましょう。いや、楽しいな、このレア出すの。早く出したいわ、ティラノサウルス。多分黄金、逆にシルバーかな。いや、わかんないけど、ティラノサウルスレアってことは多分黄金だと思う。大抵黄金じゃん、このシリーズ。長老も黄金だったし。だから黄金とティラノだと思うんだよね。マジ楽しいんじゃない？黄金とティラノサウルス。